困ったね。困ったわ、タッチ。困っちゃった。ちょうど12時ですね。パラ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 映ってますね、ずっとね。サイちゃんはヒートが来て大変です。おやつ持ってくるのが余ってね。まだ、ね、入ってます。いやですね。まあ、那覇駅ですね。マルちゃんを見て、おやつをあげて、もう編集、もう1本目の編集に入ろうと思います。おやつ持ってくからね、待ってて。お、船がもうちょうど出ますね。帝国に出港ですね。さて、はい、おやつで食べる。これはね、休憩さね、ちょっと大きめのおやつをあげます。
タロちゃんなんかちょっと口の下が、これで後で見てあげるね。うん。うん、売れたかな。何？僕も取って、メアに取ったけどか、メアに。あるかなと思いますね。チチチチチチ。やっぱり湿度がやっぱり高いとですね、部屋の中はちょっと匂いますね。もうよく拭いて、おしっこも拭いたり、まあ、菌も拭いたりしてるんですけどね、しょうがないかなと。その乾燥してくるとこれそんなに匂わなくなるんですけどね。なのでちょっと地合いの弱にしてるんですけど、強にします。で、まあ除湿機は止まってます。おい、体調は例年よりはみんな全体的にはいいですよね。だからマッチがいいのの効果があると思います。2時半ですね。この時間晴れるっていう予報だったんですけど、ちょっとやっぱり晴れてきてますね。ママさんは草取りに来ました。どうした？ん？お薬朝の飲ませておっとしないかなと思ったんですけど、なんか大丈夫そうですね。食べるか。このやっぱり鎮静をかけるっていうのは難しいですよね。キッキはですね、食べたびですね、私僕がいない時に、まあ、その食べたよって言うから、それ取ってくれよっていうふうにお話をしてるんですけど、まあ、無一物の、寒天ゼリーじゃないのを食べたみたいですね。表情もそれほど悪くないので夕方も食べるとは思います。あ、死んじまった。このお兄さんはですね、まだちょっと緩く、もしかしたら虫なので、ま、朝も話したかもしれないですけど、モンタルシットを飲ませてはあります。はい。感じですね。ちょっと、30分ぐらい休憩してから、まだ2時半なんで、3時15分ぐらいから、夕食の支度を始めようと思います。3時25分ですね。準備終わりました。これちょっと入れてからマッチはですね、ちょっとマッチさんも散歩連れて行きすぎちゃったかな、遊びに行けると思って少々話しますね。はい、どうぞ。入って入って、はいはい、入っといで入っといで、おこちゃん巻いといで、ドラゴンも巻いといで、おこちゃん出ませんよ、おこまちゃん、はい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 、ドラゴンくん、そんなところで戦わないよ、バカったりが、はいはい、こまちゃん、戦う人はご飯はあげません。よいしょ、よし、はい、行くよ、ご飯だよ。ここで、お皿は20作ったんですけど、十分お皿は20で足りないと思います、ね、多分ですよね。で食作ってないな。これもレンチャンでいきます。やっぱ猫ってなんか食べないですよね、ほとんどですね。ビュー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 来るからみんなが食えなくなっちゃって、ほら食べてる。ピコちゃん早く、ピコちゃん早く、こっち、はい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 、こっ
よね。クッキーちゃう。はい、で10枚割りですね。10枚割り。下、次床組も10枚。こうなります。はい、まるちゃんからどうぞ。まるちゃん。優しくね。こんなお酒でダメですね。お肥料ですね。俺あげないとよく食べますね、みんなね。はい、平均的に。おやつも何もみんな仲間が一緒なので、まあ、しょうがないんですけど。はい、これはいい。どうかな。なんて下もね。ここじゃね。ここじゃお薬があるから、あれあげるね。どこにしようかね。はい、でもこれ誰か食べてないな、これがやつかな。あ、はい、食べて。一生懸命全部食べるんですけどね、残すやつはちょっとつまんで、ほらもう猫パピがもうその傾向にありますよね。食べに来てすぐに残すというですね、非常に失礼なことをするという傾向が強いです。あら、あるじゃん。はい、で第2陣に出ます。第1陣は出て、第2陣は何からどうだ。はい、はい、バル無理、入って。無理ないだろ。無理食べるじゃないじゃん。ゼリータイプじゃないささみを食べてますね。ささみ好き、鳥の方が好きだな、キッキはな。はい、どうぞ。まあ、とりあえず食べてくれや、何でもいいですよね。やっぱサンドイッチが一番食べますね。スイちゃん、ご飯ですよ。最悪はこれで足をガジったり手をガジったりするんですけど、そういうのはないですね、もうね。スイちゃん、うるさい、食べてんだよ、俺は。4時ですね。こっちは11時か。このパターンが一番3時半から始めて4時にロコちゃんが始まるというのが一番ベストなんですね、いろんな意味で、はい。まあ、人の生活にとってもなんですけど、もうベストですね。子供たちにとってもベストですね。
僕ちゃんこれで本当もう10日以上ですね。発作はないっつって、やっぱり朝と夜ですね、食事終わったとご飯粒をやっぱりきれいに片付けるのがやっぱり大事かもですね。そうしてピシッとかけてね、それやらないとやっぱりなんか毛の玉とかを吸い込んで、呼吸が苦しくなると発作につながるみたいな感じですね。これだね、ケロコさんね、ケロコさんいたずらまで始めてですね、ケロコさんもう全然こなれてきちゃってますね。キッキーお部屋に入る、キッキーお部屋に入る、ダメだね、キッキーね、はいはい、朝食になったら今少しずつ食べようね。じゃあ、はい、どうぞ、キッキー入って、いや、はい、お腹ね、いるから、もう未熟だし、したからね、ちょっと様子見たね。